ですね、今の外気温が、ちょっとね、出るときに見てくればよかったんですが、3度もないな、2度とか1度ぐらいですかね。今ですね、構成としてはですね、ユニクロのヒーテック分厚いやつ、極暖ってやつかな、多分薄いやつじゃない方だと思いますね。それがもう何年前に買ったから、3、4年前に買ったやつの上にですね、小峰の電熱ベストを着用して、その上にですね、トレーナー、羊の毛のが織り込んである、まあ、結構分厚めのトレーナー、にイージスの360ジャケットというような構成で走っております。あで電熱ベストは、ね、今弱、弱でございます。一番弱いやつ、何度だったかな、マックスがね60度で、次が52度とかかな、でその下だから40度台だと思うんですよね。これで、一番弱と40度設定、最高設定から20度ぐらい低いような設定で今走ってますけども、暖かさはね正直言って何も感じません。皮膚が接着してる、密着してる背中はねほんのりと、暖かさを感じると。で、前はですね、前もねちょっと、風を感じると、風じゃない、暖かさを感じるというような感じですね。なんかあれちょっとあったかいな、終わりかけの回路がくっついてるなぐらいの感じですね。法定速度内50キロぐらいでね走って、そのぐらい気温が前、これ多分この桜サリンの中なんでね0度以下もしくは氷点下になってるかもしれないんですけども、そんな感じですね。暖かさを感じるかというとそのぐらいということですね。基本的に、丸首というかですね、上まで、首元があるんですけど、小峰の優秀なのはね、こう内側に折り込んで、V ネックにもできるんですよね、このベストって。だから、普段ね、そのスーツ、ワイシャツとかの上にも着て、過ごせるなというのがね、まあ、ポイントとして最初に買うのはいいかなと。で小峰のね電熱ベストで特徴としてですね、モバイルバッテリーでも駆動ができるということでございますね。ただレビューとかを読むと、やっぱりその専用バッテリーの方が暖かさは上だぞというふうなことが書いてあってですね、まあ、昨日ね手持ちのね、モバイルバッテリーをつけて、過ごしてみたんですけどね、暖かい動向よりも重いんで、うん、ちょっとね使い勝手がな悪いなという印象でしたね。なので自分はちょっとね、これはまあ非常用としてモバイルバッテリーを持っておいて、まあ、メインはこの専用バッテリーで、過ごそうかなと。まあ、というわけでね、専用バッテリープラス、USB のモバイルバッテリー、その辺にあるようなモバイルバッテリーでもベストを温めることができるということでございますね。うん、なのでここは結構ポイント高いんじゃないかなと思いますね。もしかしたら各社そうなのかもしれないんですけど、対地は専用バッテリーだけだったと思うんですよね。で、今日で、90分、中で120分か。で弱で240分ぐらい使えるのかな。基本的に機能、室温の中でつけてた場合はだいたいそれぐらいか、今日でもね2時間近く使えたんですよね。120分ぐらい前後まで、使えたんで、まあまあ前後があるんでしょうけど、まあ90分のその公式の、ね、通り記述通りのスペックは今現在確認できたという感じでございますね。ちょっと上げようかな1個。ですね、今電熱ベストをですね、中の方に切り替えたんですが、そのままね、コンビニでちょっと買い物をしたんですけど、もう結構暑いですね。暑い、暖かい、結構やっぱりジャックとは違うぐらいですね。かなり温度が上がったように感じますね。で前はですね、ボタンで止めるタイプだったんですが、ちょっとねそのボタンがちょっと力入れただけでポロッとね取れるんで、もうちょっとここはきつくてもいいんじゃないかなという感じがしましたね。ちょっとね手が引っかかったりとか、するとすぐまあボタンが外れるなっていうのがちょっと印象としてありますね。ここ結構もうちょっときつくね止めれたらいいなという感じがしますね。もしくはファスナーとかねの方が防寒性能っていうか、まあ利便性もいいんじゃないかなという気がしますね。おっともうバッテリーが死にかけてますね GoPro さんですね、今、今日に切り替えて、走ってるんですけど、暑い。背中がね結構やばいぐらい暑いですね。これ長時間つけてると低温やけどするんじゃねえかっていうぐらい暑いですね。胸もね暑いんですけど、特に背中がね結構暑くてちょっとこのまま使うのはきついなっていうぐらい暑いですね。こんな暑くなんだ。でねやっぱり電気のせいなのか、立ち上がりがめちゃくちゃ早いですね。思ったより全然早い、切り替えのスイッチで温度が上がるのも早いと思ったんですけど、ゼロの状態から、電池入れてすぐ電源入れてですね、すぐね、温まりますね。これ結構この立ち上がりの速さはいいですね。暑い、ちょっとこれきついなヒートテック1枚の上に、これを直接着る場合はね中ぐらいで、ね、いいような気がしますね。でもやっぱりねこう使ってみて、寒くないかというとね、なんかいや寒いんだけどなんか体の一部がめちゃ熱いみたいな感じですね。だから電熱ベストを1枚着れば、寒さに、抗えるかというとですね、やっぱそういうわけではないと、全体的にねやっぱ寒いところっていうのがね、あるんで、つま先とかね、指先とか、顎とかね。だから先ほど言ったようにトータルで防寒していかないと、まあ電熱ベスト1枚じゃちょっと長距離走るんならね冬場、まあやっぱちょっときついなっていうのが印象ですね。でもやっぱこれあるのとないのとは全然違いますね。やっぱすごいわこれ、やっぱ電気の力ね。いやー100個、夕方になりました。気温の感じはどうなんだろうな。朝よりちょっと冷えてるような気がしますね、この辺では。寒い。やっぱりですね、この小峰のベストは十分な熱量をですね発熱してくれて、すごく体の中心部体幹を温めてくれて気持ちいいんですけど、やっぱりねそれだけで寒さが解決するかというとですね、ちょっとやっぱ厳しいものがありますね。この1枚だけでは根本的な解決っていうか、寒さに抗えるかというとですね、不思議な感覚ですね、マジでこれ。体の中心は暖かいのにね、なんか寒いというようなね、不思議な感じで、今、バイクに乗っております。はい、というわけでね、小峰の電熱ベスト、初めて電熱ウェア、今日一日使ってみましたけど、そうですね、本当に思ったよりね、発熱量が高くてですね、本当今日にすると、自分ねヒートテックの上にそのまま着るとやっぱ暑いぐらいね、ね、熱を持つ感じですね。ただそれだけではね、こうバイクのね、この冬の1月の寒さを軽減できるかといえばね、不思議な感覚でね、体の中心部はあったかいけど他が寒いっていうね、結局やっぱ寒いじゃんかよっていうね、のが感想ですね。だからこれにね、もう一つぐらい、電熱のグローブかな、自分としてはグローブがあればね、だいぶ違うんじゃないかなという気がしますね。やっぱね、こう冷気に当たる部位をね、やっぱ減らさないとちょっと寒さはね、ダメですわ。いやでもね、これがね、あるとないとじゃ全然違うと思うんですよね。今あるからこうやってブーブーちょっとブーブー文句言ってる、あ、綺麗やけ。で、まあ1日ツーリングする人であれば、最低2つ、もしくは、車体から電源を取るなどのね、方がいいんじゃないかなと。中でもやっぱり、2時間ほどしか持たないんでね、どうしてもやっぱり1日ツーリングするとなると、パワー不足というかね、時間がちょっともうせめてね半日ぐらいはね持たないと結構きついと思うんで、やっぱりまあその辺のロングでね、ロングというわけじゃない、1日ツーリングする方はやっぱり、他の方法を考えた方がいいんじゃないかなという気がしますね。2個では正直きついなという感じが。おい、ポイ捨てすな、ポイ捨てすな、おい。まあ誰かの参考になればね、いいなと思うんで、まあよかったら小峰の電熱グローブじゃない、ベスト、買ってみてはどうかなと思いますね。まあこの動画良かったらね、ちょっとね高評価していただきたい。最近ね、チャンネル登録者数がね、異常なほどね、増えなくなってしまいまして、去年の頭にね、チャンネル登録者数なんて気にしないとかって偉そうなこと言ってたらね、さらに伸びなくなりましてですね、ほんとね、全然増えない。みんな、チャンネル登録して、お願いみたいなね、やっぱり数字にとらわれてるアシカでございますが、また2022年もどうぞ、こんな感じで、だらだらとやっていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。